はいはい、平成20年度京都高等学校相撲春季大会並びに第6年大会全国高校相撲新人選手権大会京都府4年会を行います。指導礼儀、まずはじめに、大会会長、の挨拶ですが、ちょっと高揚の話に出席できていませんが、京都府相撲連盟副理事長中川先生でお話します。副会長おはようございます。どうぞ。この大会から新しいシーズンが始まって、2年生を中心に1年生との1年間のシーズンが始まっていきます。日頃の成果について、今日不正生存と精神に頑張ってください。また今日の結果に関わらず、これから11月、12月、1月、2月、4、5ヶ月ずっと冬のシーズンがあって、そこでしっかりと基礎体力をつけられていきたいと思います。今日の結果に関わらず、続きまして審判長10人ハハハハ。
上の結果、関西で昭和高校に勝ち。はい、先生。はい。
1回目、東受け物で、はい、1回目、山梨を締めるゲージ。Yeah.
が染み合う、徳永が染み合う。お手の手で。
回戦、東野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 、東